違う、俺は悪くない。殺さないと殺される。だから、仕方ないんだ。少しずつハリーへの不信感は募っていく。ハリー、お前は味方なのか？そしてこの世界で初めて生存者を発見した。でも、顔半分か。いや、それは一緒にこれから治療していけばいい。この世界に一つ、希望ができた。アンダービーンズ、これ、そこら辺に生えてる豆なんですけど、食用としてめちゃ優秀です。へぇ、光る果物を超える食用きた？どう優秀なのか詳しく伝えてやで。まず、簡単に栽培ができるという点。そして、他の食用よりも食べ終わるまでが早い。なるほどね。回復量は 1.5 でそこまでだけど、そこを食べる速さで補ってるってわけね。しかも、焼くことで回復量は倍に増えるのだ。その代わり食べる速度は普通になるけど。これじゃあ光る果物の存在がかわいそうやで。まあ、隠し満腹度は一番だから。それじゃあプログラムで防具でも作りますか。やっと防具した。これで突然の奇襲にも耐えられるね。うむ、こいつなら防御力も心配なしだぜ。プログラムフルエディション、これが完成されたアベルだ、覚えとけ。いや、誰？アベルなのかどうか判断つかないやで。いやいや、この溢れ出るオーラはアベルでしかないだろ。そうだよね。ゴーレムさん、今日も見回りご苦労さんでーす。ゴーレムがいるだけで安心感があるのよね。待って待って、ゴーレムと交易できるんだけど。そうだったの、そんなことができちゃうの？ゴーレムじゃなくて、村人ポジションだったんだ。マジかよマジかよ、こんなの革命ですやん。でこのインゴット何？初めて見るインゴットやで。ダイヤと鉄が取引条件。もう、手に入れられない。なんか言ってる？ゴーレムもおしゃべりになってる。ちょっと別のゴーレムの取引内容も確認してみよう。そうね、取引内容によっては交易できるかもだし。さっきからレコードも取引に使われてるやで。この世界専用のレコードかな。お、初めて見るアイテムだ。破片の松明。これもこの世界専用のやつ？取引できねえ。誰か取引できそうな人いないんですか？コリは？あ、前回言ってた天賦じゃない？ダンジョンじゃなくて取引枠だったやで。なるほど、交易で手に入るのか。いや、でも、必要素材が。レガリウムブロック10個、そこまでの価値はあるのかって話ね。そうっすよね。あ、またもや道のアイテム。ブリスターボム？爆弾。攻撃アイテムやで。欲しい。絶対にこれ取引する、なんとしても取引するからな。そう言うと思った。これ、この世界の砂？お、この世界にも砂あったんだ。これでガラスが作れるね。文明開化の音を。ちょっと待て、この豆育つの早すぎる。さっき植えたのにもう収穫してる。食用に向きすぎてるやで。そして沈殿物を焼いた姿がこちら。黒色のガラスに近いね。まあ、この濁った砂から綺麗なガラスはできないよね。この鉄鉱石は、この世界に来る前にゲットしていた最後の鉄。こんなところで使うことになるなんてね。ツールとしては必要なかったから、いい使い道ができたやで。うむ、取引に使えてよかったぜ。てか、このレガリウムで防具とか作れないの？いやー、レガリウム系のツールと防具は存在しないんだよね。まだ実装されてないだけなのか。取引でしか使い道ないのか。それではブリスターボムを取引しまーす。どんぐらいの威力なんだろ？食べ物の可能性もあるやで。だったらマジでがっかりだよ。どこか投げても支障がない場所。お、あいつに向かって投げようよ。場所的にも問題ないでしょ？おらー。わおー。ちゃんと手榴弾だったやで。今度は確実に当てるのよ。任せてくだせー大佐。よっしゃ、直撃しやしたぜ。さすがに一撃では死なないか。でも、これは心強い遠距離武器だね。この世界は遠距離に長けてるみたいだ。つまり、もっと危険なモンスターがいる。懐に入られたら終わりの。勘弁してよー。この投げた時の音が癖になるね。え、どっか行っちゃった。え、なんで？何も学習しないなー。スプロージーは成敗だ。うわ、体力1だけ残ってる。当たりどころが良ければ死んでそうやで。でもこの爆弾、正直使いどころ難しくね。別にパチンコでいいからね。クロムの拠点を作ってあげてとコメントが来てたので、作っていきますか。いいねいいね。さすがにあの場所に女の子一人は危ないからね。きっとロット族がトラウマになってるやで。そのために周りの湧き潰しからやっております。果物すごいな。あと今日の分のゴードパイも渡さないとね。昨日よりも良くなってるといいんだけど。だね。クロム。今日の分のゴードパイ持ってきたよ。誰？クロム。まさか。
記憶が、防具をつけてるせいじゃないか？あ、そういうことか。確かにただの不審者だね。いいえ、アベルさんですけど。ごめんね、クロム、これでわかる？あ、アベル、ごめん、気づかなかった。いいのいいの、誰が見てもわかんないから。それよりクロム、体調はどんな感じ？昨日よりは良くなったかやで。わかんない、まだ、体が痛い。そっか、まあでも、これを食べてたら絶対良くなるからさ。そうそう、毎日しっかりと食べるのよ。わかった、食べる。それでさクロム、今日はクロムの拠点を作ってあげようと思ってさ。この場所、危険でしょ？だから少しでも安全になるように補強するの。え、私のために？クロムのためにやで。ありがとう、みんな。困った時は助け合わなきゃだろ。生存者同士仲良くね。よし、早速作業に取り掛かるぞ。まずは、あそこまでの橋を作ろう。ちょっと遠回りしないとだったからね。てか、落ちたら普通に危ない。グイブに食べられて骨になるやで。グイブも食用になるっぽいんだけど、倒しても骨粉しか落とさないんだよね。大きい方じゃなくて、小型サイズのグイブを倒すとか？それか釣りをしたら普通に釣れるかやで。糸が入手できないから釣りは無理だな。ゴーレムの取引幅がもっと広かったら。向こうの世界のアイテムは交易してくれなかったからね。てか、ハリーもっと早く教えろよな。確かに、こんな有益な情報、まだまだ知らないことだらけなんだろうな。手探りで探っていくのも楽しみの一つやで。うむ、クラフターだからね。そんな感じで橋が完成。これでクロムのとこまですぐ行けるね。ちょっと不安な橋だけど、揺らしたら簡単に落ちるんじゃないか？はい、全部聞こえてるし安全ですからね。あー、この世界の石レンガ？もしかしてと思ったけど新宝石レンガ作れちゃったぜ。建築の幅が広がったやで。焼く必要がないってのがいいね。早速こいつを使って足場を作ろうか。え、普通に見た目良くない？スモップステムの木材と色も合ってるし。いやー、いい素材が手に入ったねー。拠点はどう作るか決まってるのかやで。閉鎖的にはしたくない。まあ、この場所自体が閉鎖空間だからね。つまり開放的な感じ？イエス、開放的な感じ。そこで活躍するのが先ほどの沈殿ガラスってわけ。おお、全面ガラス張りにするのか。もうちょっと明るさは欲しかったな。全体的に暗めの建築やで。この世界の素材的に致し方なしだ。まあ、目立ちすぎても良くないか。俺みたいにファンに押し寄せられても困るっしょ。妄想のお話ですか？いや、最近見た夢の話やで。うるさいうるさい、夢見るぐらいいいじゃんかよ。ごめんね。てかアベル、最近コメントで心配されてるよ。ああ、その話ね。いや、投稿頻度高くなったら毎回心配されるの何？僕だってね、やるときはやるって話ですよ。そのやる気スイッチが稀すぎるのが問題なんだよ。さすがアベル、やるときはやる男やで。この力を常に発揮できたらね。このまま一生このペースで行ってやりますよとか言ってできなかったら恥ずかしいんで、そういうことは言いません。保険かけてんな。アベル、ダサいやで。クロムの拠点完成だーい。やだー、天井は作らないんだ？うむ、開放的にしたかったので、天井なしの作りとなっております。まあ、洞窟だからなくても問題ないやで。これなら前よりも安全になったでしょう。そうね、これなら安心だ。あ、でも、上からモンスター来ない？湧き潰しも徹底してるんで大丈夫。クロムに完成の報告に行くやで。クロム、拠点完成したよ。ありがとう、前よりも、怖くなくなった。えへへ。それならよかった。いや、作ったの僕なんですけどね。うるさい、どっちでもいいでしょ。いいや、どっちでもよくないですけど。お前たちすぐ喧嘩するのやで。ふふ、みんな、仲良し。ご本？クロムもこれから、仲良くしていこうぜ。そうよ、私たちも、友達でしょ。友達、うん、友達。それじゃあクロム、また明日ゴードパイ持ってくるから。また明日ね。そういえば今日、ハリーと話してなかったな。別にいいでしょあんなやつ。クロムのことを見捨てようとしてたのよ。でも、治療法を教えてくれたのもハリーやで。それは。よう、ハリー、元気にしてた？へはは、元気に快適に過ごしてたでやんす。旦那たちも元気そうで。まあね、それでハリー、新しい情報って。もちろん入ってるでやんすよ。まだまだ知らないこと、たくさんあるっすよね。そうよ、知らないことだらけよ。あんたのことも何一つわかんないわよ。へはは、あっし、何か気に障るようなこと言ったでやんすか？いや、別にハリーは悪くないよ。それで、今度は何と交易なんやで？ああ、ダイヤモンドを一つ、お願いしたいっす。え、ダイヤモンド？いやいや、ハリー、ダイヤモンドって、そんな高価なものと交換できるわけないでしょ。まあ、あっしはどっちでもいいでやんすよ。交換するかどうかは、旦那たちの自由っすから。ハリー、一つだけ聞かせてくれ。それに見合った情報なのか？へはは、当たり前でやんす。それが筋ってもんすからね。そっか、わかったよ。ちょっとアベル、あんたまさか、ダイヤと交換するつもりじゃ。
つしかないんやで。確かに、ダイヤは希少だ。でも、別にこの世界では使い道ないでしょ？そうだけどさ、あいつに渡すってのが。それに見合った情報って言ってくれたしさ。アベル、あんたは信用してるんだね。ハリー、ダイヤ持ってきてやったぜ。お、決断が早かったでやんすね。この世界について、俺たちは知る必要があるからな。前に進むしかないんやで。わかってるけど。さあハリー、教えてくれ。